バンボリベラ、1952年8月2日大は、プエルトリコ出身の元野球選手。ボンボは7歳の時に野球チームの監督に付けられたニックネームで、フライボールを意味する。1970年、ドラフト外でモントリオールエクスポズに入団。1975年、メジャー初昇格。1977年、ミネソタツインズに移籍。 1978年には準レギュラー級として活躍するも長くは続かなかった。1981年、カンザスシキロイヤルズに移籍し、1982年のシーズンオフに解雇される。1983年は AA の2チーム。1984年はメキシカンリーグのチームに所属し、1985年に近鉄バファローズと契約。 三振が多く、打率は低かったが、ホームランを量産した。ホームランか三振かの置いて前打線を象徴するような、豪快なバッティングであったが、翌年は相手チームに研究されて成績が振るわず、6月に解雇された。その後は、メキシカンリーグに戻り、プレーを続けた。名前の、ボンボはネイティブ発音だと、ボンボや、ボボとなるが、それでは、 響きが悪いからと、バンボと登録された。ありがとうございます。